失敗した時、能力がないのではなく、自分が怠惰だからだということで、やればできるという自尊心を保つのだ。学生時代にやたらと自分が勉強していないことを示したがる人はいなかっただろうか。そのような行為はアドラーに言わせれば、自分はやらなかったからできなかった、やればできたということを担保しているということになる。人は勉強しないことで自分の能力の限界を直視することを避ける目的で怠惰になる場合がある。これは社会人にも言えるはずである。無意味なプライドにとらわれずに、本当の自分を受け入れるべきだとアドラーは言いたいのだ。失敗したとき、能力がないのではなく、自分が怠惰だからだということで、やればできるという自尊心を保つのだ。いつも注目されたいと期待している子は、簡単に満足を得る方法がないと、何か、あるいは誰かを責め立てるのだ。甘やかされて育った子についての言葉だ。このような人は、社会人になっても変わらないケースが多い。注目されることが当たり前の環境で育つと、外の世界に出て、自分に注目しない人と接することが苦手になる。注目されたければ努力する必要があるが、そのための努力もしてこなかったのだ。なかなか注目されないと、会社や親を責めるなど、安易な方法で注目されようとする。このようなケースでは、注目されたいという目的に気づくこと、気づかせることが大切だ。いつも注目されたいと期待している子は、簡単に満足を得る方法がないと、何か、あるいは誰かを責め立てるのだ。引きこもって部屋から出ない人は、他者を支配する王である。引きこもりの子がいる家庭を取り上げたテレビ番組を見ると、親が子供の顔色を伺い、子供が我が物顔で振る舞う光景を目にする。まさに王様な子に、外に出て働きなさいと言っても、果たして効果があるだろうか。目的論からすれば、その子は引きこもることで親の関心や、援助を得る目的を果たしている状態だ。本人は苦痛であるには違いないが、それでも外に出て誰からも注目されないよりは今の状態を選ぶのだ。その目的を見直す必要があるとアドラーは考える。引きこもって部屋から出ない人は他者を支配する王である。シドニー、遠慮せずにどもってごらん。好きなようにどもってごらん。どもりに悩むことが、人前で積極的に話せない自分を隠すことの口実になってしまうケースがあることをアドラーは看破していた。どもりで悩む人の中には、実は人前で話すことが苦手だというより切実な悩みがある。しかし、どもりがあるから話さないで済むという連鎖に陥ってしまったら前に進めない。アドラーはどもりを気にせず、まず人前で思いっきり話してみることを勧めたわけだ。シドニー、遠慮せずにどもってごらん。好きなようにどもってごらん。
クラスで一番の怠け者だった少年に、どうしてそんなに勉強ができないのかと教師が尋ねた。少年は答えた。一番の怠け者なら、先生は僕のために時間を割く。先生は成績のいい生徒には構わないからね。勉強をサボったり、授業中もおしゃべりをやめない子がいる。必ずしも勉強が嫌いなわけではなく、自分がもっと注目されたいからそうする場合が往々にしてある。大人でも飲み会の際に自分が話し相手に加われずに悪態をつき始める人がいるのではないか。やはり注目されたいのだ。このような時に行動を非難しても、注目される満足感を得るだけで逆効果だ。アドラーの目的論が行動の目的を見つけなければならないと説くのはそのためです。クラスで一番の怠け者だった少年に、どうしてそんなに勉強ができないのかと教師が尋ねた。少年は答えた。一番の怠け者なら、先生は僕のために時間を割く。先生は成績のいい生徒には構わないからね。親にとって扱いやすい子が夜におねしょをする。これは親が強いる規則正しい生活には屈したくないという考えの表れだ。いい子が生活のすべての場で従順だとは限らない。親に褒められたくて言うことを聞くだけの子なら、親に関心を持ってもらいたくておねしょをする場合もある。自分で規則正しく生きることが嫌な子なら、親のいないところで別の反応を示したりもする。おねしょも目的論を通じてみると、その人の本当の姿が浮かび上がるきっかけになりうるのだ。親にとって扱いやすい子が夜におねしょをする。これは親が強いる規則正しい生活には屈したくないという考えの表れだ。傲慢な人はこう感じているに違いない。他人は私をすぐ見下す。私が重要な人物であることを見せつけなければならない。先に取り上げた優越コンプレックス。すなわち必要以上に自分を偉く見せつけたがる行動も、目的論と深く関わっている。過大な劣等感である劣等コンプレックスを隠すという目的が見て取れるのだ。そのような目的は本当の自分を偽り、人生の課題から逃れるだけの非建設的な目的だ。いくら偉ぶってみせても、実際の自分の価値は変わらないし、肝心の劣等感はいつまで経っても消えない。傲慢な人はこう感じているに違いない。他人は私をすぐ見下す。私が重要な人物であることを見せつけなければならない。報われない愛は絶好の隠れ場を提供してくれる。それを求める間、愛の問題の解決策は考えずに済むからだ。理想の結婚相手としてやたらと高い条件を掲げる人がいる。そういう人には理想のパートナーは見つからないだろう。しかしその人にとってはそれでいいのだ。理想を掲げることでパートナーが見つからない自分をごまかし、愛の課題から逃れるのだから。
この言葉はそんな人の真の目的をついている。アドラーは次のようにも言う。幻想的で理想的なパートナーを作り出す。これは現実的なパートナーの候補者を排除するのに有効である。報われない愛は絶好な隠れ場を提供してくれる。それを求める間、愛の問題の解決策は考えずに済むからだ。不倫をしている女性が言った。もしも彼が結婚していなければ結婚できるのに。彼女は愛の課題から逃げている。人生の課題から逃げる口実、すなわち前に取り上げた人生の嘘は大抵がそれなりの説得力を持っている。自分をごまかすほどの嘘なのだから、もっともらしい話が多いのだ。不倫をする人が口にするこのような言葉も実に道理が通っている。ただし、それが本当の意味で正しいのかはわからない。もしその人が結婚という現実に直面するのを心のどこかで恐れ、それを回避する目的のために既婚男性ばかりを選ぶのだとしたら、建設的な目的だとは言えないのではないだろうか。不倫をしている女性が言った。もしも彼が結婚していなければ結婚できるのに。彼女は愛の課題から逃げている。涙は協力せずに他者を従属させる効果的な武器となる。感情はある出来事に触発されて起こるものとされている。しかし、泣くという感情表現にもその人の目的がある。アドラー心理学では、感情を理性とは分けず、目的を果たすための道具とみなした。例えば、失敗した時に泣く人がいる。その人は、つい泣いてしまったのではなく、泣くことでそれ以上、誰からも責められないという目的を果たそうとしている。アドラーはそのように考えるのだ。そもそも赤ちゃんは泣くことで何かを主張する。その頃の習慣を直せない人が大人になっても涙を武器に他者を従属させるのだ。涙は協力せずに他者を従属させる効果的な武器である。怒りやすい人は怒りによって容易に他者の支配者になれることを知っている。怒鳴る、殴るなどの怒りの行動は理性とは別の突発的な行動とみなされがちだ。しかし、感情が目的を果たす道具だと考えるアドラーから見れば、怒りも例外ではない。確かに人間は、ある人には怒鳴ったり、ある人には黙って耐えたりと、怒りの感情を使い分けるものだ。アドラーは粘り強く対話をして、相手に理解してもらうことを勧める。となることで言うことを聞かせるのは安易な方法だ。そのような人は力が人間を支配するというライフスタイルが身についているのだ。怒りやすい人は怒りによって容易に他者の支配者になれることを知っている。積極的な楽観主義者で
心が満ちている人だけが人類の歴史において意見を述べることができるのだ。アドラーは勇気を持って課題を解決するために楽観主義を提唱している。確かに自分は悪い運命に生きていると考える悲観主義では前に進むことができない。ただし楽観主義とは現実や自分の課題から目を背けた上でなんとかなると考えるような楽天主義とは異なる。もっともらしい口実を作って課題から逃げる目的などを持たず、現状を受け止めた上で何とかすると受けて立つポジティブな生き方を指す。そのような人こそが社会に貢献できるとアドラーは言うのだ。積極的な楽観主義者で心が満ちている人だけが人類の歴史において意見を述べることができるのだ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。